そうか。肥料をまこう。で、調べて。さて、まいたはまいた。土壌は、陽肥、根肥。どれで栄養つけるかってところか。じゃあ、栄養の種類、あれだね、肥料の種類もちょっと考えないといけないね。始めるか。ちょっと待った。キャンセルしたい。ちょっと待った。ちょっと待った。よし、ちょっとキャンセルして。マジで？肥料は撒いたよね。撒いて、水は入れたらダメなんで。ちょっと待って。これって耕さないの？そうか。やってみますか。あ、ちょっと待って。はいはい、そういうことね。こう。こうね、よし。腹立つ。ちょっと待って。こういうのはね、ガチでやるんでしょう。はい、手に取ります。前。はいはいはい、そこなって。はい、そう。はい。これさ、もしかしてさ、斜めるよね。ちょっと待って、難しすぎねえか。これ。これさ、多分さ、押してる長さで、しかも、深さも変わりそうな。おいや、こういうな、勢い。そういうことね。8つまでね、掴めるのはね。しかもさ、これつけるところがさ、何も焦点が出てこないからさ、むずい。いや、これはちょっとあれだな、自分なりにまっすぐできるように工夫しないとな。はいはいはい、もういい、もうとりあえず植えよう。手際だけよしとしよう。これすごいね。で、戻してもう一回持ってるでしょ。このあたりもうね、本来これ周りに糸がやってあってやるからね。こんなところか。はい、完了。十分な間を置いて植えたぞ。粗食はどっちだろう、広いか。お見事にござりました。初めてとは思えませんが、お主も経験者と思えるぞ。で、この後どうなる。夏の間は草を取りながら稲を見守っていくことになります。よく育てるには水加減も寛容と聞きましたが、これまた後々でも良いでしょう。はい、次に草ですね。これから狩りと稲作を自由に進めることができますと。そうか、仕事で確認ができると。今からはこれで育て、雨だ。そうだよね、多分肥料がいるんだよね。
あ、すごい、水溜まってるね、すごいね。多分ある程度ちゃんと根が張るまではこのままでね、ちょっと根が張ったなっていうぐらいに多分水入れると思うのよ。あの浮く可能性があるからね、水いきなり入れると。だから一旦このまま雨とか自然のものだけにしておいて、で草を取りながら、いう感じにしよっかな。で水はもうちょい待とう。いい刀だよね。ねえ、金太。わっぱよ、随分と熱心に眺めておるではないか。やはり男の皆、刀が好きなものか。わっぱっておめえも笑わすでやね。あ、そっか、女性は笑わすっていうのか。わしは大人じゃ、どっから見ても日の打ちどころなき麗しさであろうが。女神じゃぞ、女神。お主も男ならもっと憧れ、敬う。心はちゃんの方が女神って感じだね。死者ね。まず、神様ってとこがうさんくせえし。そもそもね、女っ子だったかや？どうした？あまりの怒りで胸が、お主たちだけで話してくれんか。強くなりたいのか？刀ば振りてえわけじゃねえ。いつも手細工で貸し入れたからな。なしたってこんな偉いもんができたの。こと刀には到底及ばぬが、我も包丁くらい打てるぞ。覚えてみるか。たんまげたーって数えるには数えばがいる。あー、教えるにはね。神様、仏様、稲荷様そういえ、それはあまり都合良すぎるんじゃないか。なっておいらここで離れられぬエビア。さっきのこと謝ったからおいらが、やばい、これさ、なまりすぎて喋るのめっちゃ大変なあ。頼む、カジバさえあったらおめの道具作ってやっから。そりゃ頑張って作ろうか。んで、粘土14、石材5、木材あと1つ。よし、もうちょい。はあ、もう借りだけして生きてたい借りだけしてたいな。ちょっともう一狩り行こうよ。いや、これは改造。これは間違えてるとちょっと大変なことになる。特にカエルとかいないかな。あ、いた。梅、どういうなり方してんの。いやー、いいねー、音楽がいいわ、ほんと。そしたら3日目ちょっと夜間動いてみるか。ひでえ匂いだね、神様。そんなもの持ってどこ行くさい。あー、ってことは、ちょっと待って、これ水もきれいじゃないの、もしかして。水汚ねえのか。水汚い、まあ土も汚いと美味しいもの作れないけど、水も汚いとね、全くうまいものできないからね。大体食べ物っていうか、その土地の水じゃなくて土だからね。土が悪いと味も全部決まってくるから、できるだけ水も補助的なものでよくしたよね。さて、竜の抜け穴は木材、獣の皮膚、獣の糞。あー、肥料にはここいいんだ。ウサギ肉、大水地が配送する際、その荒ぶる曲がうがった穴、島の中腹から海の方まで続いて、海まで行けるの。ちょっとこれ行ってみようか。あー、敵の強さがプライ1。昼間はね、はあ、匂いの口がこう続くんだね。だ、こっちにしとこっか。いやー、狩り楽よ開いた。ひどい。ちょっと待って、これは予想外だ。ダメージ入るのね。
そんなズルはさせてくれないっていう。やるなあ、もうまずい飯で体力もほとんどないのに。よし、刺され、刺され、よし、これさ、ちょっと気になったんだけど、食材これ食えないのか。うわー、それは困ったな。罠だらけ。はい、なんかありそうだよねー。やばいやばいやばい、危ない危ない危ない。落ちちゃいな。痛い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 、これはやばい。予想以上に苔がひどいな。よし、刺さったー。はぁ、コク、あ、危な、これ面白いのさ、ぴったしで当てると、こう相手の攻撃にカウンターというか、なんかそんなのが出るね。おい、よし、キツネの面、ナイスー。はあ、はあ、はっ、よし、危な、危ない、よし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 、次は成功してるね。基本いていていてい、はいはい、危ない、いい、ん、ほっ、おー、いい爆発、ああそういう感じなのね。あ、これはダハひどくないか。え、何が、アクションもそれなりに、なんだろう、戦闘の難易度もそれなりに高いね、普通だけど。あと農家がどれくらい高いかなんだよな、問題は。肉肉、あ、あれは取れるんだろう、あー意外と、よし、できたー、さよなら、よし、終わり、あとちょいだったんだね。あー、ハケナスの腹、よし、出よ出よ、これは出よ。あー、クリアした、あぶねあぶね。ジオウの祠、バケナスの腹、夜になると夕方か、今そうだよね、みんな
ょっと待ってね。仕事は肩慣らしがあるのか。はあ、ははあ。持ち見えてるいいなさ。いいよそれ。木材がないのか。木材ちょっと持って帰りたいね。ここ粘土。木材需要の方にあるのか。よし、需要のほら行って木材手に入れて戻ろう。なんと仕事熱心だ。ああ、体力もそのままなんだよな。お、嫌な予感しかしないね。お、すげえ。はいはい、あー獣の糞は助かる、肥料になるから。あー夜はこれで敵が分かんないんだ、仕掛けとかね。うわーこれきついだろうな。よし、ちょっとみんなと飯食おうか、そろそろね。やばい、これ単純に黙々としたい。これはちょっと楽しいぞ、忙しすぎて。てかちょっと待った、夏1、2、3ってあるけど上旬下旬とかそういう感じか。はい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 、はい、めっちゃ水溜まってるんだけど。谷 C、 肥料はもうその稲作の時一回丸々使うって感じか。やることが多い。さくら、この前はすみませんでした。消し済みのような何かだったの。わかりました。ヤナトで取れるもの、ヤナトのより一番です。まあ食材が合う合わないのレベルじゃなかったよね。ふーむ、いやーできそう。じゃあ食材手に入ったらよろしく頼むぜ。どんぐりを手に入れ、え、どんぐりお料理、え、どういうこと。不安でし、あ、くも。不安でしかない言葉が出たね。いえ、何もご用はありません。みんな寝てるね。もうちょい、じゃあもうちょいちょっと外に。何しても、米育つかな、心配だよね。でここに多分道具を置くのか。あーあるある、こういう道具ある。なんだっけ、古民家カフェ行った時にこういうのモチーフにしてるところがあって行ったことあるんだけど、そこがまあすごかった。裏までもうこんな作り全部。で蔵の中を見る、夕げ蔵の中は夕げ食べよう。いただきます。保存食です。保存食とはなぜ、何故この鬼島を所望するんでしょうかなと。ほらな、ほら鬼が出る島なんかちょぺっと欲しくもねえす。玉じは何か聞いておるのか。それがこの玉にもさっぱりですわ。目的わからないんだ。都に服従するには足ごんせまでおる始末。多大なる労務に払ってまで手に入れるほどのものか。たけりびさんもよくお首をかしげておられました。まあでも素材とかその、なんだろうね、自然はすごいからね。なんかあるんだろうね。人の子が見るどうなろうが、そこで待つのはどうでもいい話じゃわいと。なんせや！なまりすげえな。この狭い峠で仲たがいは先がつろうございますぞ。はあ。ごちそうさまです。
そじゃない。今回まずいの一言はなかったね。さ、今回は満腹はあると。夜の街、夜のところも行ってみたいよね。てか朝なりそうだけど。